モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語工場長おすすめセットプレゼント。この糸物語工場長おすすめセットというのは、飲むヨーグルト博多も、食べるヨーグルトプレーン、食べるヨーグルト微糖、それからミルクのせいというミルクジャムがセットになったもの。そうなんです、すっごい豪華なセットです、ね、実はね、先週このおすすめ工場長おすすめセットをね、はい、スタジオに持ってきていただきまして、見たんですけれども、すごかったですよね、はい、スタッフ全員で分けても、まあ、かなりのもんだねと思ったら、やっぱハイエナの手段違うね。あんだけのものが一瞬でしたね。恐ろしいですよ。美味しいものですから。アホかお前は。1日そんなすごい量ヨーグルト飲んでもしょうがないんだよ。毎日少しずつ少しずつ飲むの。確かに。でも美味しかったな。美味しいんだよね。最高ですね、まあ、だってもともと糸物語という牛乳が ね美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。はい、すっごい豪華なセットなんで、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、じゃあね、まずはね、こちら女性の方からいただきました。お名前は控えておきましょうか。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。ちょっと前におっぱいというか乳首をカブトムシの幼虫に似てると言われたメッセージが届いてましたよね。私は娘が小さい時に、ママのおっぱいなんで長いのと言われたことがあります。確かに垂れてるけれども、大きいと長いを間違えて言っただけだと信じたい気持ちでいっぱい。このことを友達に話したら、おっぱい巻いて収納してるも巻いてません。もう巻くってすごいね。これはすごいですよ、本当に。ロール式、そんなバカな。いやいや、君のその巻き方おかしいでしょ。巻いてないし出してないし。いやいや、違う違う、君のその巻き方っていうか、ジェスチャーの仕方ですよ。こうじゃない、こうでしょう。わかんないけど、なんで巻き、絵巻物みたいに上から下にとか下から上に巻き込んでんですか。なんとなく志村けんのあのおばあちゃんやったら、こうなってるからコロコロコロかなみたいな。いやいや、それトグロ系でしょう。分かんないけど。どっちにしても巻いてないですから。まあまあまあ、君の場合はね。何ですか。その後の言葉次第ですよ。っていうか、それはもうなんか聞いてないようで聞いてるよね。ちょっと聞いてますよ。聞いててほしいことは聞いてないのに、聞かなくていいことは聞いてるっていう、本当に不思議ですけれどもね。中地、今月からジム行くって言ってましたよね。私もお試しで今月から行き始めました。私20年前と比べて20キロ以上太って、今回の新型コロナウイルスのなんだかんだで、それからさらに5キロ、だから頑張って25キロ痩せたと思います。経過報告しますねっていう、すごいね。すごい。いや、僕もね、4月になって時間ができたら、またジムに行けるんじゃないかって思ってね、ジムに行こうと思ってたんですけれども、まあ、そのことでね、なんかこう筋肉系の人たちがわーっとこうにわかに盛り上がったみたいで、でそこからまあ4月になって全然その話をしてないんでね、この前直接チューブを渡されて、それで届きましたね。そうなんですよ、新品じゃないと。私の使い古しだけど消毒はしてるって。ねバネのね、違いのね、何種類もねありましたね。まあまあ、だから
うん、昔ねエキスパンダーっていうね、はい、こうぐーっとこう横に広げるバネのものがあったんですが、うん、今はどうやらゴムチューブになってるみたいで、そのゴムチューブいただいたんですね、はい、でチューブ動画っていう、YouTube にチューブ動画もややこしいYouTube にチューブ動画そうそうそう、でチューブ動画を見てやってくださいっていうことなんで、うん、はい、あの一回やりました。おお、はい、あこうやってもうすごいですよチューブ動画、もう筋骨隆々の人がグーってここで、はい3秒止めてってで息吐きながらこう戻してみたいなね、もう一応ねもう私もなんていうかいただいたからにはね、やっぱしないことにはその人の念っていうのが入ってるんじゃないですか、うん、やってほしいみたいなね、念というか怨念、怨念じゃないですよこのゴムチューブには怨念が込められているっていうことをこう怖いですよ私も覚悟してチューブやってますからね、ええ、はい、さあそれからね、これいきましょうか。男性の方20代ですね。中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。私の姉が起こした騒動を聞いてください。はい、姉は小学校の先生、そしておっちょこちょいで天然、よく物を落としたりなくしたりするんです。あれでよく先生できてるな。先日姉が職場から帰ってきて、私のスマホ見なかったと尋ねてきました。見てないよ、かけてみようかと姉の番号にかけたんですが電源が入ってないみたい。姉曰く職場に着いてすぐスマホがないことに気づいた、朝のアラームは鳴っていたとのこと。姉は車通勤で朝は職場に直行するんで、スマホがあるとしたら自宅もしくは車の中だろうということで探してみたそうなんですが見つからない。翌日は土曜日で朝一、携帯ショップに行って電源が入っていた時の位置情報を調べてもらうと自宅付近で途切れているとのこと、うん、おそらく自宅の中にあるんだろうということになって家族総出で捜索しました。しかしいくら探しても見つからない。どんどん不機嫌になっていく姉なんであれなくしたのは本人そうだよね、最悪買い替えんといかんもんね、バックアップとか取っとうやろかっていうふうに私が聞いたら取ってないスマホをなくすのはこれが初めてではない、前科持ちなのになんで、学習しないのかと口から出そうになりましたが、これ言うと絶対喧嘩になると思ってぐっと我慢、結局見つからずに姉は本当に不機嫌で部屋の中に閉じこもり、ご飯食べると聞いてもいらんちょっと何を言っても無駄なんで週末は放置してました。迎えた月曜日の朝、あったーと叫ぶ姉の声、うん、様子見に行ったら姉の手にスマホ、どこにあったとって聞いたら下駄箱の奥、なんでそんなところに、分かっていたらすぐ見つかってると言われてちょっとちょっと残された家族はぐったりですこんな姉が子供たちをちゃんと教育できているのか心配になる弟です、ね、大変だよね、本当そろそろ一曲いかないと。